カンボジア内戦。カンボジア内戦は、東南アジアのカンボジアで、1970年にカンボジア王国が倒れてから、1993年にカンボジア国民議会選挙で民主政権が誕生するまでの内戦状態を言う。カンボジア紛争とも言う。カンボジアは1949年に、フランス領インドシナからの独立を認められ、 ノロドムシュハヌーク国王によって統治されていたが、カンボジア王国の王政社会主義、サンクム体制、王政に対抗する国内派閥の構想があり、国内には不安定要素を抱えていた。1965年2月にアメリカが北ベトナムの空爆に踏み切ると、シュハヌークは台米断交に踏み切った。カンボジア領域内には北ベトナム軍を呼び、 南ベトナム解放民族戦線の補給基地が存在し、カンポンチャム港はベトコンへの補給用陸港として使用されていた。また、南ベトナム軍とアメリカ軍はカンボジア領内をしばしば領空飛行し爆撃を行った。国内は不安定だったものの、この当時クメールルージュはまだ弱小勢力であり、食料生産は豊富で当時のカンボジアは食料輸出国だった。 アメリカは戦争遂行のためにカンボジアに新米的な政権を作る必要があった。1967年4月、バタンバン州のサムロートで政府による余剰米強制買い付けに反対する農民と地元政府の間で衝突が起こる。1965年頃からカンボジアの余剰米の少なくとも4分の1余りが北ベトムとベトコンに買い上げられていたが、 政府の買い付け値はこれより安く、地元共産主義勢力は、反米反政府のビラを巻き暴動を先導した。サムロート周辺の鎮圧作戦は、数ヶ月末続き、右派と左派の衝突は強まっていく。シハヌーク国王がモスクワと北京を訪問中の1970年3月18日、会員で、国家元首としてのシハヌークを退けることが、万丈一致で可決された。 将軍ロンノルは非常時権力を与えられて首相となり10月にクメール共和国の樹立を宣言した。一方、シハヌークのいとこシリクマタクは代理の首相としての彼の地位を保持した。ロンノルの首相就任式の際、アメリカ軍は空からシハヌークを批判するビラを巻き、ロンノルを援助した。新政府はアメリカを後ろ盾に権力の譲渡の有効性を強調し、 アメリカをはじめとする諸外国に認められた。クーデターの数日後、シハヌークは北京でロンノルへの抵抗を訴えると、それに応えるデモと暴動が国の至るところで生じた。3月29日には約4万人の農民がシハヌークの復権を要求するデモ行進を行ったが、軍隊と衝突し、多くの死傷者が出た。 当時の根本茶無臭知事によればこの地域だけで2から3万人の農民が共産主義の影響を受けていた。その他、タケオスバイリエン、カンダルなど諸州の州都で同様の放棄が起こるが、武力鎮圧された。そして、1970年3月29日、北ベトナムはカンボジアに対する攻撃を開始した。公開されたソ連邦時代の記録文書から、 明らかになったところによると、この攻撃は、クメールルージュのヌオンチからの明確な要求によって、行われたとされている。北ベトナム軍の攻勢、X 作戦の結果、開始して、カンボジア東部から北東部にかけての大部分を占領し、コンポンチャムなどの都市を包囲、または占領していった。カンボジア軍を破った後、北ベトナム軍は獲得した地域を、 地元の武装勢力へと引き渡していった。一方、クメールルージは北ベトナム軍からは独立して活動し、カンボジア南部及び南西部に解放区を打ち立てた。北ベトナムの攻勢に対し、ロンノルは激しい反北ベトナムキャンペーンを行い、南ベトナム解放民族戦線への支援が疑われたカンボジア在住のベトナム系住民を迫害、虐殺し、 プラソトネアクルンタケオでは強制収容所などでベトナム系住民が集団虐殺された。このため、シハルーク時代に50万人いた在カンボジアベトナム人のうち20万人もが1970年にベトナムに断機関するという事態となった。以上のような経緯の中で1970年4月、ロンノルはアメリカ軍のカンボジア侵攻を許可し、 北ベトナム勢力を駆逐するために短期間であるがアメリカが作戦を展開した。投下された爆弾量は第二次世界大戦でアメリカが日本に投下した総量の1.5倍に上った。しかし、その後も反論乗る勢力である北ベトナムに支援された共産主義勢力クメールルージュの長が続いた。クーデターをきっかっけに起こった内戦で 数十万人の農民が犠牲となり、1970年の春以降、わずか1年半の間に200万人が国内難民と化した。また、農業インフラは徹底的に破壊され、1969年には工作面積249万ヘクタールを有し米23万トンを輸出していたカンボジアは、1974年には、 工作面積5万ヘクタールとなり28万2千トンの米を許し、米の値段は1971年10リアルから1975年340リアルにまで急騰した。1971年アメリカ会計監査員の視察団はカンボジアの深刻な食料不足を報告している。こうした状況の中、都市部は米国からの食料援助で食いつなぐことが、 できたが、援助の行き渡らない、農村部では大規模な飢餓の危機が進行しつつあった。1972年1月、アメリカは、ロンノル政権支援のために、南ベトナム派遣軍の一部をカンボジアへ進行させ、この内戦に直接介入した。これによって、ベトナム戦争は、インドシナ戦争に拡大した。ロンノルは10月に、軍事独裁体制を宣言し、 翌1972年3月に大統領に独裁的権力を持たせた新憲法を交付した。中華人民共和国からの密接な支援を受けたクメールルージュは戦闘を続け、1973年にアメリカ軍がベトナムから撤退すると貢献を失ったロンノル政権は崩壊に向かい、1974年2月26日から4月2日、 1975年4月、ロンノルは国外へ亡命。隣国ベトナムでは、南ベトナムのサイゴンが陥落し、北、ベトナムが勝利を収めて、ベトナム戦争が終結した。この13日前、クメールルージュが首都プノンペンを陥落させ、1976年1月にカンボジア民主国憲法を交付し、国名を民主カンプチアに解消した。内戦中、 アメリカ軍の農村部への爆撃により、農村人口は難民として都市に流入し、プノンペンの人口は200万以上に増加していた。農村での食料生産はすでに大打撃を受けており、1975年4月には USAID がカンボジアの食料危機回避には17.5万から25万トンの米が必要であると報告し、国務省は共産カンボジアは 今後外国からの食料援助が得られなくなるため100万人が飢餓にさらされることになるだろうと予測していた。プノンペン陥落後、クメールルージュは、都市住民の糧は、都市住民自身に工作させるという視点から、都市居住者、資本家、技術者、学者、知識人などから、一切の財産、身分を剥奪し、郊外の農村に強制移住させた。 彼らは農民として農業に従事させられ、多くが反乱を起こす可能性があるという理由で処刑された。反乱の首謀者になる可能性があるクメールルージュ内部の人間も殺された。革命の成功を知り、国の発展のためにと帰国した留学生や資本家も殺害された。また、子供は親から引き離して集団生活をさせ、幼いうちから 農村や工場での労働や軍務を強いた。ポルポト時代の飢餓と虐殺による死者は70万から300万人とも言われているが、カンボジアでは1962年を最後に国勢調査は行われておらず、その上、ポルポト以前の内戦、空爆による犠牲や人の難民化により、元となる人口統計が不備であり、こうした諸水系にも大きく開きが出ている。 クメールルージュ下の残虐行為に関する最も初期の記述のうちの一つは、イッサリンによって1973年に書かれた。彼は、クメールルージュの幹部メンバーであったが、ポルポと及び民主、カプチアに厳滅を感じて、党を去り、9ヶ月後に密かにプノンペンに戻った。彼の著書、クメールの魂に対する公開は、クメールルージュが存在を秘密にした、上部機構、中央委員会、 アンコあるあるいは単にアンコアを明らかにした。中央委員会はケーナ・マクヒームと呼ばれた。1978年1月からポルポトはベトナム領内の農村に攻撃を仕掛け、ベトナムと断交した。米中国交回復以後、ベトナム民主共和国はソビート連邦との関係を強化しており、中ソ対立の構図から中華人民共和国と関係の深い、 ポルポト政権との対立が深まった。1978年5月、ポルポトへの反乱が疑われた、東部軍管区のクメールルージュ幹部、兵士らが、南西軍管区のポルポト派から攻撃を受け、内戦に陥った5月決起。その結果、東部軍管区の将兵が大量処刑され、ベトナム領内には十数万人の東部地区軍民が難民として流れ込んだ。ベトナムは、 カンボジアからの難民をカンプチア旧国民族統一戦線として組織し、ヘンサムリンを首相に擁立して打倒ポルポトを掲げ、ナフンズを先頭に縦民主カンプチア領内へ侵攻した。1979年1月、ベトナム軍はプノンペンを攻略し、クメールルージュ体制は崩壊。ベトナム軍はポルポト一派を大国境近くの山林まで駆逐した。 そして親ベトナムのヘンサムリン政権が樹立されたが、ベトナム軍は山林に隠れたポルポトを捕らえられず、ポルポト派は大量を避難場所として、ベトナム軍を攻撃し続けた。翌2月には中華人民共和国の中国人民解放軍がカンボジア侵攻の報復として、ベトナムを攻撃した中越戦争。中越戦争に投入されたのは、 北部出身の将兵であった一方、カンボジアに侵攻したベトナム軍は、旧ベトコンと旧政府軍からなる南部の兵士が主力となった。しかし、戦争に慣れ、指揮、連度が高く、ソ連から軍事援助を供与され、さらにアメリカ軍が南ベトナムに残した大量の兵器を有するベトナム軍に、中国人民解放軍は惨敗し、3月には撤収した。 その後、クメールルージュとシハヌーク国王派、ロンノル派の流れを組む孫ん派の三派は連合し、ベトナム軍及びヘンサムリン軍との内戦が続いた。プノンペンを支配するヘンサムリンは、ベトナムの区別と化しており、長期にわたるベトナム軍の駐留は国内外から避難された。1982年2月、巻き返しを図る反ベトナム三派は、北京で会談を開き、 7月には反ベトナム3派の連合政府民主カンボジアが成立、カンボジアは完全に2分された。一方、1983年2月に開かれたインドシナ三国首脳会談では、ベトナム軍の部分的撤退が決議されたが、ベトナムはこれに従わず、3月にポルポト派の拠点を攻撃した。1984年7月の 東南アジア諸国連合外相海岸では、中流ベトナム軍への避難共同宣言を採択した。しかし、ベトナム軍は内戦に介入し続け、1985年1月に大攻勢をかけ、反ベトナム三派の民主カンボジアの拠点であるマライサンを攻略。3月には、シハルーク国王派の拠点を制圧し、民主カンボジア政府の軍事力はほぼ壊滅した。 1986年7月、社会主義ベトナムを率いてきた、レズアン初期長が死去した。新たに政権の座についた後継者、チョンチン初期長は、ソ連のペレストロイカに習い、それまでの硬直した社会主義体制からの脱皮を図り、12月にドイモイ路線を採択し、経済解放と国際協調路線へと舵を切った。また、チョンチンは次々に、 政府首脳の入れ替えを行い、新体制の基盤を固めた。1988年6月、ベトナムは、東南アジア長年の懸念であった、カンボジア中流軍の撤収を、はじめ、翌1989年9月に撤退を終えた。これにより、カンボジアは、国際社会によって和平へ導かれることとなる。冷戦終結直後の1990年6月、東京で、 カンボジア和平東京会議が開催された。続く1991年10月23日、フランスのパリでカンボジア和平パリ国際会議を開催し、国内4派による最終合意文書の調印に達し、ここに20年に及ぶカンボジア内戦が終結した。1991年11月には国際連合平和維持活動の国際連合カンボジア宣言隊が、 カンボジア入りし、1992年3月15日、国連カンボジア暫定統治機構、アンタックアカシヤス氏事務総長が実動を始めた。1993年4月から6月まで国連の監視下で総選挙が行われ、ポルポト派を除く3派が参加した。選挙結果は、全120議席のうち、応党派のフンシンペック党が58議席。 カンボジア人民党が51議席、孫んの仏教自由民主党が10議席、その他1議席であった。これにより、二人首相制となり、フンシンペクト騰党首で、シハヌーク次男のラナリットが第1首相、カンボジア人民党のフンセンが第2首相に選出された9月に、政権議会が新憲法を発布し、立憲君主制を採択、ノドロムシハヌークが国王に再即位した。 1998年4月には、辺境のポルポト派支配地域で、ポルポトが死んだことが明らかとなり、この地も平定された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。